アブエネあれやね。で、まあ小さいカメラは小さいけんですね。うん、でどうにかあらら。できんことないんですけど、やっぱり。いや、大丈夫ですよ。ちょっとね、大丈夫ですよ。
パさんに来られるかな。はい、どうも、はい、どうあんまり多いね。少ない、なんか行事が重なってじゃない、ほら少ないね、ちょっと面白いね。まだいっぱいね、ほら、なんか今広瀬に来たけど、向こうもなんかあるやろね。であれと重なって、そんなのあったけどね。だから少ないね。なかなか走るね。優勝したんや。そうそう、東大会で優勝したのね。今度自治会が主催。自治会。自治会やない。いや、今日の京都はね。自治会から出る。そう。校区で優勝してやるわけですね。青葉校区でね。東区に。やろ、次のほら明朗会の時はいつも会費がいるわね。あ、いる明朗会は。いるよ、300円行って300円お弁当代で、で、お弁当買うけね。基本とは自治会。明朗会の時って年輪クラブっていうやつ300円っていうの。明朗会だけでしょ。明朗会。じゃないで、年輪。年輪クラブです。それが今度11月なんですよ。あるわけ。それは出る人だけね、会費が。この前だけ、希望者は名前出したんですよね。吉田さんだけやった、うちの子ね。上手で吉田さんね。吉田さん上手やもん。いやいや、そんな時だけ。いいや、そんな時だけがいいんや。普段はしよらんとや。この前に1回か2回か、比嘉さん連れて行ってもらうんだよね。今度ね、学生に連れて行ってもらったね。暑かったね、日差しが。朝で影が東公園。前ね、見せないで。
向こうらへんか、近いからね、まだ時間が渡らせるから心配じゃないけど最低の住職さんが、うん、あれがそうじゃない、そうやつ、ね、私が住んでもらって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 さあ審判をしたらで来るけどね、審判がいないでしょ、審判じゃねえかって、審判草根生じゃん、
始める？